皆さんはじめまして、俳優をやっていますキャッチャー中澤と申します。僕はこの度2代目天下5のオーディションを受けさせていただきます。なんでお前みたいなやつがそう思う方もたくさんいらっしゃると思います。ですが僕みたいなアイドルがいたっていい、僕はそう考えています。僕は常日頃からいろんな人を楽しませたい、いろんな人に夢を与えたい、そう考えながら芸能生活を送ってきました。今回のこのオーディションの話をいただいたときに、これだ！そう思いました。こんなデブがアイドルになっていろんな人を笑顔にしていろんな人に夢を与える、すごい素敵なことだなって僕はそう思いました。皆様の応援一つ一つが僕の力になる。皆様の応援ぜひともよろしくお願いいたします。以上、キャッチャー中澤でした。